いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2011年モデル AMGSLS クーペを紹介させていただきますまずお車の状態ですがフロントに下すりフロント複数箇所 フロントガラス複数箇所に飛び石フロント複数箇所左サイドスカート複数箇所左リアフェンダートランクパネル複数箇所に線傷リアバンパー複数箇所に傷がございます走行距離に関しましては約 41,000km 走ってるお車ではございますが 外装面比較的良好なコンディションを保っております外装色はオブシディアンブラックインテリアはブラックとレッドのコンビレザーが採用されております AMG 発の完全独自開発車両 SLS クーペでございますこちらのお車に関しましてはロングノーズショートデッキのデザインとガルウィングドアが用意されておりますので 街中でも注目されること間違いなしの一台となっております高額オプションの AMG パフォーマンスパッケージツーや AMG インテリアカーボンファイバーパッケージが装備されておりますので内外装スポーティーに仕上がった一台となっておりますヘッドライトに関しましてはキセノンのヘッドライトが装備されており夜間走行時も安心してお乗りいただけます エンジンは6.2リッター V 型8気筒の NA エンジンが搭載されており最高出力は571馬力でございますまた足元に関しましてはフロント19インチリア20インチの単造マットブラックアルミホイルが装着されておりキャリパーはレッドキャリパーが用意されておりますので足元もスポーティーに仕上がった1台でございます 続きましてリア、紹介させていただきます。マフラーは2本出しのものが用意されており、重厚感のあるサウンドをお楽しみいただける1台です。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては手動での開閉となります。 スポーツ走行に重きを置いた1台ではございますがトランクスペース広々と加工された1台ですスーツケースに関しましても収納することが可能となっております続きましてインテリア紹介させていただきますインテリアにはブラックとレッドのコンビレザーが採用されております運転席助手席若干の使用感はございますが年式走行距離を加味しましても 良好なコンンディションを保っております AMG、インテリアカーボンファイバーパッケージが用意されておりますので、カーボンファイバーが用いられ、スポーティーな印象を受ける一台となっております。では、エンジンの始動を行います。 ステアリングに関しましては3本スポークの AMG パフォーマンスステアリングが用意されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能です。クルーズコントロールも用意されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、 バックカメラが作動し安全に駐車を行うことができますシフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております AMG のお車ということで圧倒的な加速力をお楽しみいただける1台ですまた走行モードに関しましてはコンフォート、スポーツ、スポーツプラス、マニュアルの4段階が用意されており サスペンションに関しましても、3段階での変更が可能です。両席に関しましては、シートヒーターが完備されておりますので、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。また、バングオルフ線のスピーカーが装備されておりますので、ワンランク上の上質な音楽をお楽しみいただけます。最後に気になる車内の匂いですが、特に音箱の匂いとはいたしません。 今回は2011年モデル AMGSLS クーペを紹介させていただきましたこちらのお車は走行距離約4万1000キロ走ってるお車ではございますが内外装比較的良好なコンディションを保った一台です誰もが振り返る特徴的なデザインと高い走行性能が魅力の SLS クーペでございます AMG パフォーマンスパッケージ2が装備されておりますので単造のマットブラックアルミホイールや AMG パフォーマンスステアリングなどのスポーティーな専用装備が数多く施されておりますまたインテリアに関しましてもシートヒーターバングオルフセンのスピーカーなど快適装備もしっかりと加工されたお車です車検に関しましても2021年の2月まで有効ですので ご安心してお乗りいただけますお探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思いますよろしくお願いいたします